岩内一号墳は、和歌山県御坊市岩内にある古墳。形状は宝墳。岩内古墳群を構成する古墳の一つ。和歌山県指定史跡に指定されている。有馬の御子の墓に否定する説が知られる。本項目では、一号墳の北西にある三号墳についても解説する。和歌山県中部、日高川河口から約 2km 上流の砂岩。 小丘陵上に築造された古墳である。一帯では少なくとも本古墳含む旧期の古墳が分布して、言わない古墳群を形成したが、現在では一号墳、三号墳のみが依存する。九百四十九年九百七十九年に発掘調査が実施されている。墳形は方形で一辺九点三メートルを測る。墳丘高度は反築によって構築され、 噴球周囲の北、東、西の各辺には、修行が巡らされる。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で、南方向に開口する。原室内からは、漆塗り木管編のほか、六角形鉄製貫色金具、銀線昼巻立ちなどが検出されている。この岩内一号噴は、古墳時代終末期の7世紀中央以降の築造と、推定され、 七世紀後半頃の追跡が認められる。和歌山県内では、数少ない終末期古墳であるとともに、漆塗り木管、寒色金具、銀仙昼巻きガちの出土及び、半築技法の使用から非常に高位の人物の墓として注目される古墳である。被葬者は明らかでないが、金藤城坂で処刑されたという第三十六代、高徳天皇御子の有馬の王子死去の墓とする説が、 挙げられている。古墳域は1979年に和歌山県指定史跡に指定された。現在では史跡整備の上で公開されている。石室原室主体部の埋葬施設としては、両袖式横穴式石室が構築されており、南方向に開港する。石室の規模は次の通り。原室の床面には二次の埋葬面が認められており、 初層後の7世紀後半頃に床面が作り直され、石室開口部付近には階段状以降が構築されている。原室内には漆塗り木管が据えられ、木管には六角形鉄製管色金具が使用される。発掘調査では銀線昼巻立ちなどの豪華な副葬品が検出されている。1949年1979年度の 発掘調査で検出された副葬品は次の通り。これらの副葬品は現在では御坊氏歴史民族資料館で保管されている。日本書紀に基づく関係系図はない一号分の実際の被葬者は明らかでないが、有馬の巫女に否定する説が有力視されている。有馬の王子は第36代高徳天皇巫女で最明天皇4年に蘇我赤江。 または、中野大江の王子の暴略によって、無本の罪で捕らえられ、紀伊の室温島に滞在中の中野大江の王子の元に連行されて藤城坂で、公主刑にされたという人物である。有馬の御子の処刑の際には、側近の内塩やこの城、新田部舞麻呂の二人も残刑に、他に二人が流刑に処せられている。有馬の御子の墓に関しては、 文献上で明らかでないが、言わない一号分では、漆塗り木管、寒色金具、銀線昼巻立ちの出土及び、半築技法の使用の点で非常に好意の人物の埋葬が想定されており、キで処刑されたというアリマの巫女との関連性が指摘される。なおアリマの巫女と共に処刑された、塩やこの城について、塩やこの城は当地域の出身であるとして、塩やレに一族が、 有馬マ巫女の墓を作ったとも言われる。なお有馬マ巫女の墓に関しては、藤城坂伝承地の藤城神社そばにも墓碑が建てられている。岩内三号墳は、一号墳の北西約200メートルにある古墳。岩内古墳群を構成する古墳の一つ。一号墳と合わせて、和歌山県指定史跡に指定されている。1979年に発掘調査が実施されている。 墳景は円形で直径約28メートルを測る。墳球周囲には幅約5メートルの周行が巡らされる。主体部の埋葬施設は先竹形木管2基で発掘調査では豊富な副葬品としてなどが検出されている。築造時期は古墳時代中期前半の4世紀末マイナス後世紀初頭頃と推定される。和歌山県内の全期古墳は 下里古墳、花山古墳群などと少なく、それらと並ぶ日高地方の全騎士長母と想定される古墳になる。言わない古墳群に関するカテゴリ、言わない三合墳に関するカテゴリ。ありがとうございます。